お母さん、久しぶり、元気にしてた？って寂しい一人暮らしじゃ元気なわけないか。まゆ、急にどうしたのよ。もう10年も私とは連絡を取り合っていなかったのに。何よ、そのつまらない反応は。せっかく10年ぶりに娘が母親に連絡をしてあげたのよ。もっと感動的に喜びなさいよね。可愛い娘だったら感動的に喜べたかもね。でもあなたは母親を家から追い出した張本人、久しぶりの連絡だとしても全く喜べないわ。そういうことを言ってもいいのかな。せっかく娘が結婚の報告してやろうと思ったのに、そんなことを言うんだったら何も教えてやらないわよ。え、結婚ですって？ついに付き合ってる彼からプロポーズされてね、結婚することが決まったの。だから一応母親であるあんたにも教えてやろうと思ったのよ。なのにさっきからつまんない態度ばかりしてくるんだから。え、あなたが結婚だなんて嘘でしょ。はあ、その失礼な態度は何よ。可愛い娘が結婚するのは素直に喜べないわけ？彼はお父さんみたいにとっても優しくて素敵な人なの。愛情深くていつも私を一番大切にしてくれるんだ。そんな彼と結婚して私は世界一幸せな女になるのよ。お父さんみたいな人ね。ってことは妻がいても浮気する人ってことかしら。はあ？だってそうでしょ。実際あなたのお父さんは浮気したんだもの。妻である私を裏切って若い女に夢中になって。だから離婚を突きつけたら、まさか娘のあなたが夫の味方で、それで結局私が家から追い出されることになったのよね。私の彼は浮気なんてしないわよ。こんなめでたい話なのに変なこと言い出さないでよね。それに家から追い出されたのはあんたの自業自得。でもその様子だとまだ根に持ってるみたいだね。私のどこが自業自得なのよ。ずっと家族のために尽くしていたのに、夫にも裏切られ、娘まで見放されて。家族のために誰よりも尽くしていたのはお父さんだから。毎日私たち家族のために一日中働いてくれてさ。だけどあんたは毎日家にいてゴロゴロしてばかり。え？そのくせ娘の私には厳しくて毎日怒ってばかりでさ。いいよね、楽な専業主婦は。仕事なんかしなくていいし、自分よりも弱い子供に毎日威張るだけの人生で。何よそれ。仕事を理由に育児なんて何もしてくれなかったのよお父さんは。ああ、なのに家事には口うるさくて、埃一つ落ちてるのも許さないし、あなたが少しでも風邪をひけば私のせいだって怒鳴り散らすし、あなたのテストの点数が悪ければそれも全部私のせいにして責め立てて、なのに自分だけは眉を甘やかしていい父親気取り、いつもいつも迷惑な叱り役を私に押し付けていただけよ。それの何が悪いの？専業主婦なんだから家事も育児も完璧にできて当たり前。それができないならお父さんに怒られるのは当然じゃない。なんですって？私は絶対にあんたみたいにならないわ。彼と結婚したら専業主婦になる約束なの。もちろん嫌なことは全部完璧にする。子供ができても私は絶対あんたみたいに叱ったりしないから、やれるもんならやってみなさいよ。完璧な家事育児がどれだけ難しいことか実際にやってみて思い知るがいいわ。久しぶりミナ。前から聞いたよ、元気そうにしているそうだな。ええ、元気ですけど、それが何か。特に用事がないならもう連絡してこないで。おいおい、なんだよその冷たい態度は。せっかく元旦那と10年ぶりに連絡したんだからさ、もっと懐かしがるとか嬉しがるとかはないのかよ。あの子と似たようなこと言ってんじゃないわよ。誰があんたなんかと連絡を取り合って喜ぶもんですか。私は10年前のあなたの裏切りを忘れていないんだからね。そのことはもう散々謝っただろう。いろいろと仕事のストレスが溜まっていたんだよ。それなのにたった1回の浮気でお前は離婚だなんだ言い出して、しかもまだ怒っているとはな。謝ったからって全てが元通りになるわけじゃないでしょ。お願いだからもう二度と私に連絡してこないで。それじゃあね。待ってくれミナ、まだお前に大事な話をしていないんだ。大事な話？マイの結婚のことなら本人から聞いたわよ。私の分もあの子の結婚をお祝いしてあげて。そのことなんだけどさ、もしよかったら一緒に結婚をお祝いしてあげないか。また夫婦になってマイの両親として一緒にお祝いしよう。は？何ですって？俺たちやり直さないか。
マイも結婚してついに俺の元から育ってしまうし、これから一人身生活だと思うと寂しくてさ。でもきっとミナも俺と同じ気持ちだよな。離婚してからずっと一人で寂しいだろう。だからまた一緒になってお互い楽しく暮らさないか。ふざけないで、あなたと再婚だなんてありえないわ。俺は本気だ。お前とまた一緒に暮らしたいんだよ。ミナの美味しい手料理が忘れられない。また毎日お前がアイロンをかけてくれたシャツを着て仕事に行きたい。誇り一つない綺麗な家で暮らしたいんだ。は？つまり老後の家事要員として私が必要ってわけ？離婚して10年、働くのは大変だっただろ。でも俺と結婚すればまた楽な専業主婦生活だ。お前にとってもこれは嬉しい話のはずだぞ。全然嬉しくないわ。私は今の仕事が楽しいし、何より今の旦那さんがとても大切なの。そんな人を捨ててまであなたと一緒にいるなんて、空から槍が降ってこようと無理な話よね。え、今の旦那ってどういうことだ？お前いつの間に再婚していたんだよ。ちょうど3年ほど前かしら、職場の上司から紹介された人がいてね、とっても素敵な人で、すぐに交際が始まったの。彼は浮気しない立派な人よ。私の自慢の旦那さんなの。そんな男はいるわけないだろう。男はみんな一度は浮気をする生き物。お前は騙されているだけなんだ。は？きっとそいつもそのうち浮気するはずだ。でも俺なら大丈夫。前に浮気したからもう二度としないはずだから。自分がクズだからって私の旦那までクズ扱いしないでよね。それじゃあこれで失礼します。便利な家政婦が欲しいならお金を払ってプロを雇ってくださいね。ねえマユ、留守電を聞いたけどどういうこと？私を結婚式に呼びたいだなんて。この間結婚するって言ったでしょ？それで彼と話し合って結婚式あげることになったの。でも私の彼、結構地元じゃ名の知れた名子でさ、想像以上に豪華な結婚式になりそうなのよ。へえ、それはすごいわね。だからせっかくだからあんたに見せてあげようかと思って。お母さん、なんか私のことまだ怒ってるみたいだし、そんな私が豪華で幸せな結婚式をあげてるところを見たらきっとめちゃくちゃムカつくよね。私そんなあんたの顔見てみたいのよ。はあ、そんな理由で私に招待よ。地元の超有名な老舗がわざわざご飯を作ってくれるんだって。もちろんドレスはめちゃくちゃお金はかかっていてね、総額で1000万ぐらいはするはずよ。もちろんお金は全部彼とその実家が出してくれるんだけど。とんでもない金額ね。それは確かにいろんな人に自慢したくなる気持ちもわかるわ。なんか謎だけどパパもあんたに会いたがってたし、どうせバツイチ独身なんて毎日暇だから来れるでしょ。これを機にパパと再婚できるチャンスかもしれないし、素直に来ておいた方がいいと思うな。え、彼から何も聞いていないの？何をだよ。で、どうするの？私の効果でセレブな結婚式。せっかくだし、結婚式招待してあげようか？どうしてもって言うなら招待状送ってあげるけど。もう招待状もらってるけど。え？だからわざわざ招待状送ってこなくて大丈夫。もうあなたの新郎さんから招待状受け取っているからね。私の新郎からってどういうこと？彼からあんたを招待するなんて聞いてないわ。彼には離婚したっきり母親とは疎遠だって言ってあるのに。陽介くんは私が新婦の母親だってことは知らないはずよ。純粋に会社の上司として招待状を送ってくれたの。日頃からお世話になっていますから、ぜひ来てくださいねって。あ、会社の上司ってどういうこと？実は私はあなたの新郎の陽介くんと同じ会社で働いているの。そして直属の上司なのよ。こんな偶然があるなんてびっくりしちゃうよね。でも私も招待状もらったから気づいたのよ。タイミングも名前も合ってるし、それとなく彼に聞いたらあんたの写真を見せてくれたわ。あの時はあまりの衝撃で固まったわね。ちょっと待って、嘘でしょ。あんたと祐介くんが同じ会社で働いているなんて。彼はかなり有名な大企業で働いているのよ。そんな彼の上司になっているなんて絶対にありえないわ。あとはつい10年前までただの専業主婦だったじゃない。専業主婦から就職するのはそれなりに大変だったわ。でも不可能じゃないし、一度採用されたらこっちのもの。あとはどんどん結果を出すだけよ。そしてどんどん待遇のいい会社に転職を繰り返すだけ。そしたらいつの間にかかなり有名な大企業で働けたの。へえ、そんなことってありえるの？
基礎旦那のおかげで作業の効率化が得意なんだよね。それにわがまま娘の育児に比べたら、大人の部下の教育もすごく簡単だし、私専業主婦よりも会社員に向いていたみたい。嘘だ、こんなのありえない。あんたが、あのあんたが彼の上司だなんて。じゃあ私はいつも主人がお世話になっていますって、あんたに頭を下げなきゃいけないの？それからお歳暮を送ったりとか、上司の誕生日には気の利くプレゼントを送ってあげたりとか、大輝の代わりにいろいろと妻としてやってあげたの。そんな、それにしてもまだ大輝ったら私のことを諦めていなかったのね。式には夫も連れて行こうと思ってたからちょうどいいわ。そんなに私に会いたがっているなら、私の自慢の旦那様にも会ってもらおうじゃない。夫って何？あんた再婚していたの？実はそうなの。しかも彼と夫は二人とも釣りが大好きでね。休みの日には釣り仲間として一緒に遊んでいるくらいよ。え、彼の釣り仲間にあんたの旦那が？仕事ぶりは優秀だし、夫も礼儀正しい好青年だって言ってるし、夫婦二人で彼のことはとても可愛がっていたの。だから結婚式は喜んで参加させてもらうわ。豪華な結婚式楽しみにしているわね。おい、みな、今すぐあの男とは離婚しろ。お前の旦那が俺に喧嘩を売ってきやがったんだ。あんな性格の悪い男にはお前を幸せにはできないぞ。彼がそんなことをするはずないわ。どうせあなたがうざがらみでもしてきたんでしょ。俺はちょっとからこってやっただけだ。よくバツイチ女なんかと結婚できたなって。もしかして女にモテないから妥協したんですかってな。なんですって？そしたらお前の旦那、俺のことを鼻で笑いやがったんだ。よく自分から手放した女性に再婚を要求できますね。年を取って若い子に相手にされなくなったからですかって。でも自分の理性も保てない猿男には返しませんよって。俺のことをバカにしやがったんだよ。なんだ、喧嘩なんて全く売られていないじゃない。むしろ喧嘩売ったらボコボコにやり返されたってわけね。なんて情けない男なのかしら。はあ、俺のどこはやり返されたんだよ。俺はあんな地味男に負けてねえし、まだ若い子からの人気もあるし、会社や新卒の女の子と誰よりも仲がいいし。それは新卒の子が誰よりもあなたに気を使ってあげているだけよ。ずいぶんとまあこの10年で立派な勘違いおじさんになっちゃって。なんだと？でも今日実際に私と彼を見て諦めがついたでしょ。私は彼とこれからの人生を歩んでいくと決めたの。あなたとは絶対に再婚しないから。待ってくれ、みな、もう一度考え直してくれよ。このままじゃ俺だけ一人寂しい老後生活になるじゃないか。大丈夫よ、あなたには父親思いの娘がいるんだもの。メイコの娘になるって自慢していたし、仕送りでもしてもらったら。同居はしてもらえないだろうけど、そんな娘がいれば老後は安心でしょ。そんなのついさっき断られたよ。だからお前に再婚をもう一度頼んでいるんだろうが。え、断られたの？お前が本当に再婚なんてしていたから、本当に旦那なんか連れて結婚式に来やがったから。だから式が始まる前に急いで舞に相談したんだ。結婚しても絶対に俺を見捨てないでくれって。同居は無理でも仕送りぐらいはしてくれないかって。そしたらあいつぼっそりと父親の頼みを断りやがったんだ。あら、それはおかわいそうに。仕送りなんてそんなの旦那様に頼めるわけはないだろうって。私に恥ずかしい思いをさせないでよって。それに結婚したらほとんど実家に戻らない。立派な専業主婦になるために応援してくれって言われたんだ。そういえば私、専業主婦時代は実家にろくに帰っていなかったわね。あなたが嫁は実家よりも家庭を優先するものって言うから、もしかしたらその影響かしら。あんなにあいつのことかわいがってやったのに、父親として仕事が忙しくてもあいつのことだけはめちゃくちゃ甘やかしてやったのに。じゃあ急いで老後資金を用意しないとね。それに自分のことも自分でやれるようにならなきゃ、寂しい老後生活にならないように頑張ってね。どうしてくれるのよ、あんたのせいで。お母さんのせいで結婚が台無しよ。昨日の結婚式は大盛況だったじゃない。台無しどころか豪華でセレブな結婚式だったのに。表面だけはね。でも水面下じゃ彼が結婚を中止したいって言い出して、昨日は一日中大変だったんだからね。そうだったの？あんた彼に私たちのことを話していたのね。離婚原因はお父さんの浮気だってことも、娘の私があんたを責め立てて追い出したこと、それが原因で彼は結婚をやめたいって言っているんだから。
メトに意地悪したくて話したわけじゃないわよ。だいぶ前に飲み会でポロッと話しちゃって、まさか彼がそんなことをまだ覚えていたとは。ゆうすけくん、私ドン引きしたって言ったのよ。結婚式当日だし、もう親族や友達も来てる状態で中止なんて言えないし、だからなんとか式だけは乗り切ってみたけど、やっぱり私との結婚は無理だって言い出して、本当なら明日一緒に婚姻届出しに行く約束だったのに、私の目の前で婚姻届を破り捨てたのよ。ほらまあ、せっかくのメーカーの息子さんとの結婚が、あんなに素敵な好青年との結婚を逃すのは痛いわね。誰のせいでこんなだと思っているのよ。あんたの自業自得でしょ。彼にドン引きされるようなことをしたあなたが悪いんじゃない。うるさい、母親なら早く何とかしてよ。え、彼を今すぐ説得して私と入籍するように上司命令でも出してきてよ。娘のピーチを助けてこそ母親でしょ。ちょっとやめてよ。私はもうあなたの母親なんかじゃないのに。え、10年前自分で母親を捨てたくせに、都合のいい時だけ助けを求めてるんじゃないわよ。あなたなんてもう娘とは思えない。私はあんたの母親じゃない。分かったら終わりだから連絡してこないでちょうだい。ちょっと待ってよ、まさか助けてくれないの。可愛い娘の結婚が本当に中止になっちゃうんだよ。全然可愛くないから大丈夫。それじゃあ元気でね、まゆ。もしまた結婚の話が出ても、私のことは招待しなくていいからね。そしてその後すぐに正式にまゆとゆうすけくんの結婚の話は白紙になりました。一応私の方からもゆうすけくんには謝罪をしておきましたが、皆さんが謝ることじゃないですよ。むしろ会いたくない人に会わせてすみませんと謝ってくれて、彼は本当に心優しい好青年です。実を言うと社内には彼に思いを捨てる子はたくさんいるので、きっとすぐに素敵な出会いがあるでしょう。そしてその後のまゆたちはというと、父親の持つ実家に戻ったはいいものの、俺を捨てようとした娘は知らんと大輝は娘に冷たい態度を取るように、仲良し親子から一転して倹約親子となり、一つ屋根の下で会話も何もない冷めた家族生活を送っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。